美しいシルエットは自信をくれる。憧れてたあんな自分にだってチャレンジしてみたくなる。この一本で私の秋はもっと楽しくなる。履くだけで美脚完成。美しいシルエットでいこう。売れてる理由があります。私を美しくするパンツ、美しいシルエットパンツ、グローバルワーク。この一本で私の秋はもっと楽しくなる。履くだけで美脚完成。美しいシルエットでいこう。売れてる理由があります。美しいシルエットパンツ、グローバルワーク。綺麗。やっぱいい T シャツ着てるから、ね、うわめっちゃいいな。行きますちょっとパンツ、うわ綺麗。ちょっとこれでちょっと正面に行く。はいはいはい、わあいいね。わあ素敵素敵大丈夫、パンツ大丈夫。うわいいね、ナイス。ちょっともう一回確認して。この一本で私の秋はもっと楽しくなる。履くだけで美脚完成。美しいシルエットでいこう。売れてる理由があります。美しいシルエットパンツ、グローバルワーク。今回秋冬の撮影だったので新作がたくさん履くことができたんですけど、履きやすくて、で着心地がすごくいいんですよね。とにかく足が綺麗に見えるっていうのと、やっぱ2回目の撮影にはなりますが、相変わらず信頼のあるパンツです今回も本当にタイプの違う洋服を5、6種類着させていただいたんですけど、チェックのパンツが新作で、なんかそれがかなり見てほしいところなのと、あと私自身の見た目の話になるんですけど、ちょっと髪色を暗くしまして、そして髪も伸びたので、よりこう秋冬に似合った髪になっているのかなと思うので、そちらも含めて見てもらえたら嬉しいです。この残暑が終わった後、秋になったら、まあやっぱりアウトドアは行きたいなって思います。キャンプなのかバーベキューなのか、はたまた今流行っているグランピングなのか、なんかそういうところで自然を感じつつ、ゆっくりしたいなと思います。キャンプアウトドアよく行かれる？全然行かないです。言ってみただけ。これね、よくそう私言う、行ってみたい気持ちはめちゃくちゃあるんですけど、一緒に行く友達がちょっとなかなか見つかりません。私が好きなのがネイビーにチェックのパンツ、あれがすごく可愛いなと思っていて、なんか多分秋の初めだったらあれにロンティーとかでも可愛いと思うし、すごくスウェットでもいいし合わせやすそうだなと思いました。やっぱ柄パンツってちょっと楽しいですよね。ついつい無地選んじゃうんですけど、やっぱ柄があると何
だろうな、例えば T シャツ1枚でもすごい見え方が全然違うしとか、スウェットも変わるしとか、なんか楽しみになります。この秋気になってるのがそのオーバーサイズのニットとか、これ去年に引き続き流行ってるのかなとは思うんですけど、やっぱり冬のニットって可愛いですよね。だから着たいなって思います。結構こう大きめなのでそれこそこうダボッとするじゃないですか。で結構スタイル自体が悪く見えやすいので、ちゃんとメリハリのあるようにスタイリングするように心がけてます。スリムにする、例えばタイツでもいいしとか、スカートにするにしてもスリットが入ってるものにして足が見えるようにするとか、そういう風にしてます。一歩前に踏み出そうとすることだったり、その新しい環境に飛び込む時って結構不安だったり躊躇があったりすると思うんですけど、でもそういう時に自分に勇気をくれるものってやっぱり洋服なのかなって私は思っていて、でプラスマスキンケアを頑張ってみたりとか、なんかこう勇気が必要な時こそこうちょっと自分を丁寧に扱って自分を磨いてから飛び込むのかなって思うんですけど、なんかそんな背中をなんだろうな、押してくれるものことを自分でやって、あの皆さんこうチャレンジをしていってほしいなって思います。はい、あります。私やっぱり勝負服っていうのがあって、自分にとってこう大事な日とかは青い洋服を着るって決めてるんですよ。だから本当そうやって洋服に勇気をもらえるので、なんかなんでしょうね、自分にとってのそのビタミンカラーじゃないですけど元気が出る服っていうのが一個あるとすごいなんかハッピーに過ごせるのかなって思います。思ってたりすると思います。やっぱりなんでしょうね、一番気分転換になりますよね、洋服買う時とか選んでる時って。はい。